岩官学は、千葉県成田市出身の元プロ野球選手、宇藤右打。成田高等学校では、主将で3年春県大会優勝、夏は、県ベスト4。東洋大学に進学。1年からレギュラーで秋には、ベスト9。東都大学リーグ通算101試合出場、375打数92安打、打率245、6本塁打、42打点。4年時は世界大学野球選手権に出場し、本塁打。2003年のプロ野球ドラフト会議において、読売ジャイアンツに5巡目で指名されて入団した。巨人時代新人年の2004年シーズン終盤に1軍に昇格し、10月9日の広島東洋カープ戦で初安打を記録した。この年は1軍では2試合の出場に止まったが、翌2005年には守備、代走要員として14試合に出場した。2軍では2塁手、遊撃手、3塁手をそれぞれ10試合以上守ったが、合計で15失策と守備で精彩を欠いた。2006年に当時の巨人の肖像類手であった小久保裕紀が親指の故障で長期離脱すると、敗れはしたものの一番打者の座を脇谷亮太と争った。三塁手を中心に内野の4ポジションすべてを守り、自己最多の出場機会を得た。2軍では打率282、4盗塁を記録した。2007年、初の開幕1軍入りを果たした。開幕2戦目に遊撃手として先発出場し、2塁打を放つも、当時の巨人の正遊撃手だった新岡智弘の出場選手登録に伴い自身は登録を抹消された。2軍では初めて遊撃手ではなく2塁手を中心に起用されて、計5失策と守備力が向上し、打率251、4本塁打を記録した。しかしこの年は、脇谷とベテランの木村拓也が主に1軍の2塁手を務め、岩官と同タイプだが、身体能力、守備力に優れた寺内隆之、成長著しい新人、坂本勇人の存在のためか、オフの育成目的の秋季キャンプのメンバーから外された。2008年1月にフロリダ州で行われた新岡の自主トレーニングに志願して同行したが、春季キャンプの紅白戦で自打球を足に受け、大部分の試合を負傷欠場してしまい、実力を発揮できないまま2軍落ちした。2軍での出番も大幅に減ったが、故障者続出により1軍昇格すると数少ないチャンスをものにし、7月11日の試合後にヒーローインタビューを受け、試合で指揮を選んだことを監督の原辰徳に評価された。2軍最高覚悟は打率305、出塁率424と後半戦の主軸として活躍した。2009年はわずか1試合の1軍出場に止まり、11月9日には北海道日本ハムファイターズへ移籍することが巨人、日本ハム両球団から発表された。2010年、2011年の2年間は1軍、出場合わせて、わずか8試合、打率111と低迷したが、2012年は開幕1軍入りを果たし、3月31日の対埼玉西武ライオンズ2回戦の9回裏1失点3塁、2対3と1点を追う場面で代打として出場し、同点的自打を放った。続く5月1日の福岡ソフトバンクホークス戦では山田大輝からプロ初本塁打を記録した。2013年は1軍出場がなく10月5日に現役引退を発表。引退後はチーム統括本部プロスカウトに就任することが発表された。飛び抜けた走力などはないが、バントや右打ちを器用にこなし、粘り強い打撃が持ち味。守備面では内野全ポジションをこなすことができる。だが視野が狭く捕球時にイージーミスをする癖があるなど、守備力そのものには課題が残っている。巨人のかつての正遊撃手であった川井正宏を目標としているが、2007年シーズン序盤にはイースタンリーグでも上田和明に連続バント失敗を叱責されており、前述の守備難も相まって際立った。セールスポイントがないことから2軍でも出番が年々減っていた。しかしその後は当時所属していた中日ドラゴンズの井端弘和などのスタイルを参考に1年かけて独力でバントの精度を上げ打率251に対し出塁率342、四死球23に対して三振19など粘り強いスタイルを確立した。ありがとうございます。